平手、外出しましたがかわしていきました。おー、来ました、カイロハンド。そうですね、日本は、カイロハンドに対しては、あのシュートを打たせていいっていう風なディフェンスをしてますよね。そしてホーキンソンがスリーポイント、お返ししましたね。そのミスマッチ関係なく、しっかりと守っているところはすごくいいかなというふうに思いますね。最後しっかり決めていきました。さあ最後 3.7 秒から再開、そしてすぐにボールを持ったツーポイントでいくフローター、決めました。3円鈴木逆転に成功。そうですね、会場訂正も入りました。小野決めてきました。いいショットですね、うまいですね。パーソナルファウルが5つとなるとこの試合出られなくなります。スリーポイント、西山来ましたね。信州3点リードというふうに変わっています。ここは右ドリブルついていて左手で相手に引っ掛けられてるんですけど、そのまま左手に持たずに両手で持たずに右手だけでボールをコントロールして、ハントに対しても太田に対してもあそこのシュートは打たせていいディフェンスをしてますね。寺園自ら行きます。あー、うまいですね。このフローターがあります。謎のどうするか、自分で行くか、いやイエロバツ、ヤンジェミンの上、これが入りました。残り5秒、どうするか、井上スリーポイント、井上スリーポイント、決まった。井上来ました、9得点目。これもスリーポイント来ました。斉藤さん、スリーポイントかける小野が指示を出して、ホーキンソン、石山、ドライブアタック、空いてました。うまいですね。三井、いいですね。2ポゼッション差の中で、イエロバッツから外で岡田のスリーポイント、ここで来ました。岡田がここでスリーポイントを沈めました。今のは大きいですね。3点差としました。激しくいく3円のディフェンス、前から当たってくるが、大崎から三井、どうでした、三井、タフでしたが、指に入れていきました。おお、0.3 秒、いや、試合終了です、試合終了、信州勝ちました、80対75。